ばんは。今日のレッスンはスイング中にインパクト面、クラブフェースのインパクト面を意識するドリルをご紹介いたします。通常、手から、クラブヘッドまでこれぐらいの距離がありますけれども、通常スイングでは非常にこのフェース面を意識するのが分かりづらくなってくると思います。はい、このドリルではまず右手の手のひらをフェースにスクエアにセットします。このようにセットします。そしてインパクトの時、この手のひらがボールに対してスクエアになるようなイメージで。ぜひ実践してみてください。以上です。